セーブデータ見たらこっから裁判後半なんだね。やっぱ最近最後になるからが長いよね。それでは審理を再開します。戻ってこなかったんだ。では事件当日証拠保管室の警備に当たっていた巡査を入廷させていただこう。ザイモン、ザイモン。証人、名前と職業。いつまで飲んでんの。大都会の荒野、古い匂いを追って牛の群れをかわして進む旅人さ。警察でしょ。大通りで立ち往生した年寄りをおぶって交差点を渡る職業だ。翻訳するとそうなの。よくわかったね。おまわりさんですね。俺の名前なら砂漠を渡るカラッカスが悲しく呼んでいるよ。ミッチが翻訳機のターンなの。正確にはザイモン京介だ。カラッカス扱いか。さて証人、早速伺おう。事件当日は警備責任者として証拠保管室の警備に当たっていた。はいはいはい、間違いないだろうか。書類上はな、ケンジ様。ザイモンさんもケンジさんのこと嫌いよね。紙切れ一枚で荒野のならず者を縛ることはできないさ。ならず者ってあなた、それを取り締まる側でしょ。どうやらさっさと尋問に移った方がいいようです。その通り。事件当日のことを証言していただきましょう。お願いします。この国の言葉で。大事よ、この国の言葉で頼むね。はい。どっかにバイクで行ってたみたいなこと言ってたっけ。俺の仕事はあの暗い墓場を暗い目で見守ることなのさ。早速ちょっとこの国の言葉じゃないね。一日に3回見回りに行く決まりがあるそうだよ。関係ないがね。関係ないね。警備室は二重の防犯システムで守られて、俺は必要ないのさ。事件があった時間は確か街道沿いのサルンにいたかな。そこで誰か証言してくれんのかな。この事件には無関係の旅人さ。弾丸がないなら帰るぜ。え、揺さぶればいいのかな。どうもあなたの態度は感心できませんね。多分あんたのヒゲが気に入らないんだろうさ。ちょっと気になったんですけど、防犯カメラに ID カードのナンバーを記録するシステムさ。あんたも知ってるだろ、カーボーイ。私のこと？あの保管庫には指紋のロックもありますけど、これは？指紋？聞いたことねえぜ。え？ねえぜと来たが。あそこの担当者なんだから知らないことなくないか？機械に弱いというか、使命感に弱いというか。人は弱いものだぜな、ケンジのボーイ。ボーイじゃ、坊やだった。やっぱ私が日本語を失いかけている。何やら問題のありそうな証人ですな。とりあえず揺さぶろう。はい。具体的にはどうやって見守っているんですか？監視カメラ？防犯カメラの動かない映像だよ。あそこじゃ時間すら死んでるさ。普段、そっか、出入りする人もそんなにいないのかな？管理ね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。規定では異常がない場合、6時間ごとに記録を消去している。映像を消去するたび、自分の人生も消してるような気がするさ。なんていうか、リストラを迫る窓際社員の扱いにちょっと似てる感じ。何もしないっていうのも結構ストレスだよね。言ってることはかっこいいけど愚痴ばっかりだな、さっきから。じゃあ実際に保管室には入らないんですか。入んないんだ。
それでは事件当日も当然見回ったわけですよね。人の話を聞くことさ、カーボーイ。言ったろ、関係ないって。いや、守りなさいよ。お仕事でしょ？意味がわかりません。荒野の荒くれどもをルールで縛ることはできないのさ。荒くれどもは警察に就職しないと思うけどな。全文同意だわ。やっぱ変だな、この人。やっぱりか。知らないさ。もっと正直なところ、もう何週間もあの墓場には足を踏み入れていないからね。ん？じゃあ、これ777ね、まあわかんないけど、これ誰？よくクビにならないな。人をクビにするのって案外難しいんだよね。あなたは元捜査官、つまりあの保管庫を使ってたんですよね。俺の保管庫は証拠のゴールドラッシュだったよ。ジパング？それなのに指紋のロックを知らなかったんですか。すまないね、カーボーイ。機械には弱くてね。自転車がなぜ走るのか、そんなことも知らないさ。自転、ペダルを、弱虫ペダルを漕ぐからじゃないの？さすがにそれは知っておきましょうよ。確かに取っ手に組み込まれたセンサーは目には見えない。たまに仕掛けを知らない捜査官もいるようだ。糸の子さんは知ってんのよね。事件があった時間は確か街道沿いのサロンにいたかな。それを証明してくれるどなた様かいらっしゃるの？スパゲッティを食ってた。あそこのイカスミとボンゴレはお京のステーキも勝てねえさ。ちょっとお京さん聞いてる？勝手なこと言ってますよ。お京さんのねステーキにね勝てるものなんてないんですよ。食べたことないけど。ではあなたは警備の仕事をほったらかして洋風飯をすすっていたのですか？荒野の用心棒にうどんは似合わないさ。いいじゃん、うどん。丸亀うどん好きだよ。かっこつけないで、お願いだから反省するように。裁判官優しいな。ちょっと気になるな。得意のフレーズが出てこないぞ。どういうこと？なんで？なんかあんのかな。この事件には無関係の旅人さ。弾丸がないなら帰るぜ。また弾丸ですか。証拠品、そう言い換えても構わないさ。俺と事件を結びつける気ならスパッとやってくれないかな。もしそれができないのなら時間の無駄だよ。俺は太陽を追って西へ走るさ。ジッコチーズ号にまたがって。そうですな。責任者という割に何にも見ていないようですからね。テキサスの男は使命感と女にはめっぽう弱いのさ。怒られるぞ、テキサスの人に。最強の武器がある。大丈夫、僕最強だから。最強の武器ってこれ？これか？あ、入ってないってところに、火薬が湿っちまう前に投げつけておくとするかな。なるほど、影響受けてんじゃん。まあセーブよ。入ってない。ここかな。入ってない。それとも、関係なくなくないってことで、ここっぽいな。これだな。これでいいのよな。ちょっと待って。
うん。そうだね。行くが怖い。これ。おっしゃ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 。はい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 。財門さんおかしいと思いませんか？思いませんか？なぜあなたがここに呼ばれたのか？うん、黙っちゃったね。事件のあった時間、あなたは警備室にいなかった。だが俺はこうしてここに呼ばれている。聞かせてもらえるかい？その訳とやらを。うんうんうん。聞かしちゃるよ、聞かしちゃるよ。簡単なことです。あなたは現場に大きな足跡を残しているのです。まあ正確には指紋ですけど。うん。人の話を聞いておくべきさ、カーボーイ。俺はあの墓場の番人なんだよ。月に一回ぐらいは墓参り、見回りをするさ。うん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 。おかしいね。残念ながらそうはいかない。何しろ血がついてんのよな。うんうんうん。おかしいね。おかしいね、おかしいね。カーボーイのさ、靴のさ、後ろに、あの、金具のさ、歯車みたいなのついてるけど、あれ何なんだろうね。証人、どういうことですか？殺人現場に血染めの指紋とは、血の跡は拭き取られていた。しかし、うん、ルミノール試薬によってはっきり検出されたのです。さあ、証人、いかがですか？どういう言い訳すんのかな？だからその反り方やめなよ。うっかり切っちゃうよ。うん、どうやら自分の頭で考えるやつはいないようだよ。ん？説明できる。うんうんうん。その血染めの指紋について、はいはい。カン！それでは続けて証言をお願いします。当てたね、当てたね。はいはいはい。現場に残されたあなたの手の跡について、はい。お願いします。うん。当然なのさ。たまたま？犯人は偶然俺の指紋の上からその保管庫に触ったのさ。血痕と指紋は別のもの、知らなかったかい？そもそも犯人は手袋をしていた。ほら、俺とは無関係だろ。ロッカー開けてんのよな。ロッカー開けるために手袋を取った？うん。いくらか疑問の余地はあるようですが、そこは揺さばってきましょう。うん。疑問があるからこそ人生は楽しい。俺はそう思うさ。なるほどね。深いこと言ってるような気するけど、職務を全うしてないんだよな。納得できないな。うん。うんうんうん。しとるしとる。今度こそそれをはっきり立証する。やってやろうぜ。よし。やっちゃるぞ。うん。うん。はい。全部揺さぶるよ。月に一回しか見回りしないの？はあはあはあ。どういうことですか？いや、ロッカーのあのビデオのさ、映像であそこ開いて、シャツがハミしてんのよな。ほら、ハミしてる。捜査官だった頃使っていた保管庫、今も使っているだけさ。まあ、入っているのはガラクタのような夢ばかりだけどね。たっぷりつけさせてほしいな。ほう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 。直さないんだ。ご本人は、指紋のロックのこと知らずに使ってる。本当か？ほう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 。へい。じゃあ、この手染めの手の跡は？うん、俺とは無関係に決まってるさ。簡単な話だろ？どういうことですかな？なるほど。うん。
犯人は偶然俺の指紋の上からその保管庫に触ったのさ。だからロッカー一回開けられてんだよな。うん、こんな偶然ないはずがない。そうとも言えるだろうね。あいえばこういう、あいえばこういうな。本当一つだけはっきりしているのはカーボーイ。うん、その指紋だけで俺の首にかかった懸賞金はいただけないさ。懸賞金かかってんの？なぜなら、別のもの。例えるならば、そう、おもちゃ付きお子様ランチとおもちゃ入りお子様ランチ。ん？おもちゃ付きとおもちゃが中に入ってるってこと？それぐらい違うのさ。確かに似たようでいて全く意味が違います。それにしても適当な例え話だな。やっぱ例え話に弱いな裁判官。ふう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 、手袋をしていた。なんでそれ知ってんの？やっぱ、あ、でも捜査担当だからか。うんうんうん、これでも警察の関係者だぜ。報告書ぐらい読んでるさ。現場に一つ犯人が残したと思われる血痕があった。どれ？あ、ああ、そうか、手袋だったんだっけ。うん、うん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 、確かに僕たちもやってみたっけ。うん、何も分かってませんけど。何か？こんな欠板状、荒野じゃ、ハゲタカの餌にもならない。テキサス好きな。ただ一つ確かな。現実はこいつさ。はん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 。それ自分で言っちゃう。あらららら。突きつけちゃう？突きつけちゃいます？腹の探り合いは意味がないようです。はい。お、お。うん、それでは証人、証言を続けてください。うん、一応揺さぶってみるか。うん、俺をこの事件と結びつけたい。そうなんだろカーボーイ。え、カーボーイビバップが実写化するって言っててさ、声優があの全員なのかな、わかんないけど、当時担当してた中の人があの担当するってめちゃめちゃ楽しみなんだよな。それならば直接的な証拠はこのカメラの映像しかねえぜ。なんとかなんとかなんだぜ。うん、 しかしこの映像には死角が多すぎます。死角、うん、見えていない部分です。でもあのハミしたねシャツがね、シャツなのか何か白い布が、そりゃそうでしょ、だって開いてんだもん。うん、弁護人の愚痴を聞いている暇はない。聞いてよ。前回の時も思ったけど、あんまりにねそういう意地悪言ってるとね、フランス料理一緒に食べに行ってあげないからね。うん、映ってるよ。うん、あるんですよあるんですよ。いいでしょう、あなたのミスを教えてあげましょう。もしくはこれから貴様が犯すことになるミスか。うん、それでは映像の検証に移りたいと思います。はい。うん、証人ザイモン京介の痕跡を。あ、やべ、あ、ここでも早送り。ここも体力減るんだ。前回のパートはさん、ここでアホほど指摘しても体力減らなかったんだけどな。オッケーオッケー、操作は覚えておる。はい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 、そろそろか。ここじゃろここじゃろ。どう説明するんだ、ハミーしたシャツをどう説明するんだ。うん、僕たちの目を防犯カメラの映像に向けてしまったの、ん？は、どうやら失敗でしたね、ザイモンさん。合ってるね。進んだっぽいね。テキサスは日が短い。だから男たちの気も短い。
言いたいこと25文字以内でまとめてくれないかな。ツイッターより短いよ。いいでしょう。この映像にあなたの姿がはっきり映っているのです。コスプレパーティーね。うん。あ、25文字。あ、すごい。うん。問題は映像に映った保管庫です。はいはい。うん。白い布がはみ出ている。これは確か証人の保管庫でしたな。うん。それではこの映像を少し戻してみましょう。時を戻そう。うん、倒れてるね。腕細くね。すぐ負けちゃうよ、あんな喧嘩で。チチ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 ピャーン。ないねないねないね。白い布が消えています。一体これはどういうことなのですか。うん。事件が起こった瞬間、白い布はまだありませんでした。それが忽然と現れた。その答えは一つです。開けたのよね。うん、うん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 。そしてカメラに映らないタイミングで保管庫を開けた。爪が甘いな。待て、悪いがカーボーイ。ん？それは認められないよ。なんでなんでなんで。俺の保管庫が開けられた。だからなんだというのさ。ん？そいつは開けたのは俺とは限らないだろうよ。いや、他の人は開けれないのよ。犯人は何かを隠す必要があった。それでたまたま開けたのが俺の保管庫だったのさ。あ、マジで指紋のこと知らない。おかしいね。なんだあんたたち、お尋ね者を見るその目は。マジで知らないのか。大変気の毒ですが、この保管庫を開けられたのはあなただけなんですよ。バカだ。じゃあ見せてみろ。あの保管庫を俺が開けた、そんな証拠があるのか。これかな。指紋でロック解除が指紋のセンサーだと。うん。先ほども少し話が出ましたが、保管庫は担当捜査官しか開けることができないのです。残念でした。そんなバカな。そういえば糸の子刑事も言っていた。うん、とにかくパッと見た感じがあまりに自然な仕掛けなので。うん。あ、とぼけてんのかなって思ったけど、マジで知らないんだな。はいはいはい。車とかもね、取っ手をこう掴むと鍵が開くっていう、そういう車あるね。うちの親の車がそうだな。うん。反論があるのならば25文字以内でお願いします。応酬だね、応酬。あ、何噛んでん、何噛んでんのせ。ゴム？ジャッキー？いいだろうさ。何チェックショ。コウメ太夫？コウメ太夫になったよ急に。どうしたの？うん。初任、これは一体。とんだお笑い草さ。元捜査官が聞いて呆れるぜ。うん。教えて教えて。何をしていたか。また噛んでる。初任、あおれ。おおれ？そういうこと？あおれんのね。あ、おれで思い出したけど、こないだオレオを食べたらさ、めっちゃ美味しかったんだよね。で、それを公式にさ、ファボされててさ、ビビるよ。うん。残念ですが、ザイモンさん。ここまで来れば答えを聞かなくても想像はつきます。うん。そうなのですか？うん。上面図を見てください。うん、うん、うん、うん。うん。見ていない。それでは一体証人はどこにいたのでしょう。うん。弁護人には考えがあるようだ。もう分かってんでしょ。そう、答えは一つしかない。真実はいつも一つ。はい。ん？あれ、ここもなんかするの。え、事件が起こっ、あー、刺せってことね。ザイモンさんはこのポイントに突っ立っていたのです。うむ、
その場所に立っていて灰原巡査が見落としたということは、影が薄いようですな。幻のシックスマンじゃないんだから。あれ？あれ？なになに？え？なんちょちょ、え？見ているはずだ。となるとザイモンさんが立っていた場所は、ん？ん？ここ刺してダメだったでしょ？え？この班って、班って、灰原さんのことか？もしこれが灰原さんのこと言う、そういうこと？そうだ、この裁判において犯人って灰原さんなんだ。まだ容疑者だけど。っていうことはここか？ねえ。これが忠敷さんのこと言ってんだよね。ということは、これではコスプレパーティーしてたんだもん。どやさん。どうですか？うん。そこは、あ、話が変わ、なるほどね。はい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 。あ、勘違いしてた。うん。被害者の正しき捜査官がいた場所ではないですか。うん。コスプレパーティーしてたザイモンさんなのよね。うん、なんで正しきさんの服着てたの？何よ、ミッチーうるさいよ。バカな、灰原巡査は現場で正しき捜査官を見ている。顔見てないのよ。顔見てないって。うん、それに彼はこんな証言をしています。保管室に入って本館は ID カードの提示を求めたであります。うん。それで ID の提示を求められた正しき捜査官はどうしました？切ってきたんだよね。うん。 ID 見られたらやっぱね、顔違うのバレるから。確かにそれを使って保管室に入ったわけですからな。うん。答えはシンプルです。見せることができなかった。うん。せやろせやろ。それでは ID カードを見せた瞬間にバレてしまいます。正しき捜査官の格好をした別人であることが。いかがですかザイモンさん。ミスターザイモン、何それ噛んでんの、美味しいの？カーボーイにしておくにはもったいない想像力だよ。だがね、そういうのを俺たちは状況証拠って呼ぶらしいさ。俺たちはって言う割にらしいさって頼りないな。状況証拠？まだ認めないか。だって指紋でさ、開けてるし明らかなんだよ。自白させるには爪が甘いさ。お京さん、お京さん呼んでくる？この俺が被害者に変装していた、それを立証する証拠がないと。お？どれどれどれ？え？あ、指紋？証拠多いな、改めて見ると。え？あなたのその非協力的な態度どうかと思いますぞ。多分あんたのヒゲが気に入ったまた人の悪口。いかがですか弁護人、何か証拠あるのですか？裁判官おこだよ。ん？セーフだな。証拠？それはないよ。そうそう、追い詰められたインパラの目、悪くないぜ。どうやら荒野に骨を晒すのはあんたの方さ。グッズ、どう考えても明らかなのに何か手はないのか。ミッチュ、ミッチュ助けてくれる？ふっ、チッチッチ。ここへ来て経験不足が顔を出したようだ。偉そうに助けてよ。
私もある人によく言われたものだ。追い詰められた時こそ基本に立ち返れと。カルマ検事に言われたの？基本？ねえ、わかるようにしてよ。僕の基本は、千尋さんのあの言葉だ。逆転させる？逆転させましょう。逆転させるってどういうこと？なぜ変装しなくてはいけなかったのか。変装したことによって発生した証拠？開かれたのだろうか。普通に考えればわざわざ犯行時に保管庫を開く必要はない。保管庫を開けたのは計算外。計算外？はいはいはい。ここの、もう灰原さんに会っちゃったから。事件の後血だらけになってるはずよね。保管庫から白い何かがはみってる以上、それをしまうため保管庫を開いた。そう考えるべきだろう。そうなのよ。上着じゃなくて？セーブセーブセーブ。証拠はない。何かあるとすればこの映像だけだ。ほいほんほんほん。それではもう一度映像の検証に入ります。体力が。白い何かをしまうため保管庫を開きました。証人が保管庫を開けざるを得なくなったり。いや、まだ読んでたでしょ私。いや、多分血だと思うんだよな。ちゃうかな。来たね。多分刺されてるんだよな。ここじゃないかな。違うかな。まだ体力大丈夫。音楽が止んだけど。その理由はまだわかりません。まだね。しかしそこで予想外のことが起こったのです。あなたはナイフで脅そうとした。ところが灰原巡査はパニックになってしまった。そしてあなたが着ていた白いコートは血で汚れてしまったのです。そうよね。そのまま出ていくわけにもいかない。そこであなたは自らの保管庫にそのコートをしまい込んだのです。今すぐさ、その保管庫で中開けたら出てくんじゃないの？やるじゃねえか、カーボーイ。合ってる？オッケー？オッケーね。終わりかな？どうやらあんたたちを見くびっていたようだね。なあ、三剣賢治さんよ。どうしたの？2年前、あんたが今日と同じように、正々堂々とあの事件を扱ってくれていればな。きっとこんなことにはならなかっただろうに。聞かせてください、すべて。どうやら、そうする時が来たみたいだね。